旧京家、カトリ根ン公共教を教祖。別名は、今井重則備中国浅口郡恨見村座カトリの農家、カトリ十平、志母の三男として生まれる。19歳で結婚をした頃から、眼病にかかり、子供の死や妻の病気が、相次ぎ、近親のたたりと言われる。そのため、妻の里の亀山へ転居するなど、 何度も転居するがたたりと思われる不幸は続き、今の倉敷市船尾町にあった、親戚筋と伝えられる、小野歌の柿和谷の元近親の元へ参拝を始めるなど、避けるのではなく逆に熱心に近親を信心するようになる。その後小野歌に降臨した謹により壊れ、近親信仰の継承者となった。安政四年十一月六日、立教の神仙を受け、 神と人とを取り継ぐ、結界奉仕が始まり、亀山の近親様と呼ばれた。赤沢文治は実刑であり、熱心に参拝している。信仰的には厳格であり、自らに厳しい修行を行った。なお、小野歌の娘春以降、柿渡りの元近親は、神道香取根高教柿渡り教会となった。ありがとうございます。